はい、こんばんは。昨日のハタハタのあんかけね、野菜入りね、あの動画に続きましてね、今夜もね、あんかけね、やっぱり大好きですからね、美味しいよね、あんかけ焼きそばねを作りたいと思います。まあ特にね、目新しいもんではないんですけど、美味しいですからね、やってみましょうね。はい、まず具材ですけどね、昨日とよく似た具材ですけども、玉ねぎ、ピーマン、人参、えのきたけ、しいたけ、はい、そして合わせ調味料ですけどね、砂糖、醤油、お酢、ケチャップ、はい、こんな感じでいきたいと思います。合わせ調味料ですね、はい、砂糖ね、醤油、お酢。そばに味をつけないので濃いめの味でいい。そしてこれケチャップですね、はい、美味しい。あ、ほんでこれ水溶き片栗粉ね、はい、以上の材料でございます。それではまず、そばを焼きましょうね、炒めましょうね。はい、それではね、豚バラ肉を入れます。これセンサー働いちゃった、弱火になっちゃったね。温度センサーの解除ボタンを押してるんですけど、やはり安全のために高温のままにはならないですね。それでは具材を炒めます。野菜がね、しんなりしてきたので、ここで合わせ調味料を入れましょう。ここで水溶き片栗粉を入れるんですけどね、ちょっとね、火を緩めるか、火を消しましょう。そういうのがやりやすいんですよ。水溶き片栗粉を入れます。で、火をつけます。すぐに固まってくるので素早く混ぜます。よく混ぜましょう。いいでしょう。はい、焼きそばの上にかけます。
ただきましょうか、ね、焼きそばにはね味ついてないですからね、この甘酢あんかけをよく絡めてねいただきます。よく混ぜましょうね。もう今回はね塩コショウも使わずね、うん、あっさりとね仕上げました。お、うん、それでは最後までのご視聴ありがとうございました。結構薄味なんですよこれね。焼きそば、そばをねソースで炒めてないからね、うん、でもね十分美味しいですよ。